皆さん、こんにちは。B レジェンド上野です。そして、それぞれ、そちらから自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、エミフィットネスというチャンネルで YouTube をやってます。エミと申します。よろしくお願いします。で、去年と一昨年ですね、JBBF のフィットネスビキニで2冠しました。すごい。サイです。よろしくお願いします。ボディビルド、JBBF のボディビルドフィジークに出ている東と言います。よろしくお願いします。はい。という4人で、この4人はどうして集まったんでしょうというところなんですが、まあ、たまたま、B レジェンドサイドのアポイントの関係で、撮影をまとめてしようというところがあったので、ちょっと残っていただいて皆さんに映ってもらってる次第で、特にこう、くくりなどはなく、今日は、動画を撮っていきたいなと思っています。まあ、選手でバリバリやってるお二人と、そこに比べたら、ちょっと、ライトな視点のエミさんと、もちろん、まあ、大会も出られてはいらっしゃるんですけど、そういうところの、まあ、いろんなものの見方ができるかなというところで、今日はいろいろお話を聞いていきたいと思いますが、皆さん準備はよろしいでしょうか？はい。はい、ありがとうございます。こんなこと初めて言ったんですけど。すいません。じゃあ、もう単純に私が気になるところからどんどん質問させてもらいたいなと思うんですけど、今この中で減量してますよの人、挙手。減量、あ、3人。で、これから減量ですよが、エミさん。はい、な感じ。はい、で、その、まあ、減量をしていない時期、皆さんはどんなものを食べているのっていうところをちょっと気になるんですね。その辺をちょっと教えていただきたいです。エミさんからいいですか？はい。私からか、いいのかな？いいです。してない時ですよね。はい。まあ、基本は、まあ、なるべく脂質を抑えようとは思ってるんですけれども、私は YouTube もやってますし、まあ、YouTube でね、食べる機会とかもあったりしますし、なんで、まあ、そこまで深くは考えてないですけど、まあ、気をつけられる時と、その、なんか食べる時とでこう、メリハリをつけてるっていう感じですかね。いや、食べ過ぎちゃった時は、まあ、ちょっと次1週間だけ、ちょっと、気をつけようかなみたいな、うん、その程度ですね、うん、基本はなんかあんまストレスをためずに食べることが大好きなのでストレスをためずになんかやってるっていう感じですね、うん、大事かもしれませんね、その辺は。そうですね、一方、はい、私は本当数日前に減量っていうか、まあオフっていうオフを終わらせたんですけど、オフ中は基本的にはリーンなクリーンなものを食べて、でも食べる量が本当に多くて、お米200、まあ、800から1キロとか1日に、うん、そんな食べるでお肉も大体1キロぐらい食べるので、えっ、さあ結構食べますね。結構食べます、ね、結構食べます。なんかびっくりしました今さっきから、いや、まあいろいろ今日お子さん関連の動画も撮ってるんですけど、ビッグスリガンガンやるんだぜとか、飯はこんだけ食うんだぜとか、なんかすごいな、やっぱりこう、なんかちょっとやっぱり普通の方から外れてらっしゃるような。ちょっと量が多いですね。ねえ、はい。でもやっぱりそれだけ食べてね、動いてるっていう。うん、で、今の、まあ、減量を始めたてとはいえ、この体をキープされてるっていうところですよね。うん、真似できるかどうかは別にですね。ご飯なんで。そうですね。東さんはどうですか？もうお二人がすごく真面目なんですけど、自分、朝は菓子パンで、菓子パンとプロテインで、間食にプロテインで、お昼ご飯は唐揚げ定食とか。調理そう。牛丼調理そう。やりたいですけど、私はぽよってなるんで。また完食プロテインで夜ラーメン食べて、いいな、寝る前にアイスクリーム3個くらい食べて、ああもうそんな感じですね。超最高。すごいっすね。だからそれはなんか三者三様だから、なんかすごいっすね。リーンな人がいて、タンパク質何グラム取ってるとか分かんないんですよね。あ、もうでもそういうところが一つ一つ気にすることが、まあ気づかぬうちストレスになってるってことも十分ありえますもんね。うん、だからそこのところはもう。オープンにというか、もうそこのストレスから、完璧に解き放たれるのがやっぱり大きい秘訣と言っても、うん、これも参考にするしかない。本当に。もう、ちょっと、自己責任、気をつけてください。自己責任。
どうしてくれんだのコメントは受け付けませんか。あのご判断そういう感じなんですか。でさっきちょっとあの、まあ、聞いた方は聞いたんですけど、お酒って飲むんですかっていうと、どうですか。ほぼ飲まない。飲まない、うん、あんま飲まないです。飲まない、全く飲まない。あ、飲まない。はい、飲まない。あ、そうか、やっぱね、お酒飲まない方があのいいかもしれません。それはあれですか、我慢して飲まないですか、それとも飲めないですか。もともと飲まないですね。もともと好きじゃないです。あ、いや、そう、私もそうなんですけど。飲んでもカルアミルクとかです。いや、そんなところで好感度取るのはずるいですマリブミルクとカルアミルクぐらいしか飲んでないです。いや、なんかずるいわ、そういうそういうちょっとカクテルで女性の心をくすぐる作戦は取ってほしくないな。ゆめのさんは、私はお酒大好きなんです。そう、大好きで、まあ、あのハイボールとかにするんですけど、うん、でもやっぱり、うん、お酒飲むとね、やっぱりなんかもう食欲が飲まない方はあれですけどもうバカになるんですよね、本当に。言いますよね。そうそう、なんか朝起きたらなんか身に覚えのない菓子パン の残骸がこうベッドに散らばってたりとかして、無意識にそう、多分そう、酔っ払ってコンビニ入って買って食って寝てんでしょうね。なんかそういうのがあるので、やばいなと思ってるんですけど。そう、でもなんかその辺は皆さん悩、その辺は悩まれてないのである。そうですね、お酒やめようかなやっぱりはい、いう感じですかね。それで言うと、じゃあその減量のプラン、食事のプランで言うとどういう聞き方をしたら聞きやすいかな。タンパク質の量だったり炭水化物の量みたいなのをどれくらいにこうあのコントロールするのかっていうのをざっくりでもいいんで教えていただくことって可能ですか。じゃあエミさん、いかがですか。減量中ですか。はい、ちょっと今回減量しようかなって思ってるプランは、まあ、なんかちょっとケトジュニックもやってみて、おで、あのローファットもやってみて、両方こうやってなんかやってみようかなって思ってるので。一つの減量期間でっていう。そうですね。そうなんですね。で、実際私遺伝子検査をしてみて、あ、はいはい、自分は脂質で太りやすい体質だっていうのがもう分かったんですけど、まあ、ちょっとケトジュニックをやってみたいなっていうのもあって、まあ、なんでそれでも結構変わってくるとは思うんですけど、まあ、今回のプランはそうですね、最初ケトジュニックで行って、でちょっと間にローファットを挟ん で最後またケトやってみようかなみたいな感じなので。なるほど、はい、ケトジュニック試したことありますよ、お二人。まあ、あります。 あるないです。どうですかケトジュニック。自分はそうですね、最初の方はちょっとうまくいったんですけど、後々体調崩れちゃって。ああ、やっぱりそうなんだ。しっかりケトン体出るところまでやったんですか。あ、いや、でも本当に気をつけました。調味料も塩コショウ以外は使わないようにしたりとかして、そうなんです。その時はちょっとプロテインも飲む量を制限してましたね。ちょっと炭水化物取れないから。なるほど、なるほど。で、できるだけ油を摂取して、だいたい脂質 200g くらい頑張って摂取したんです。あ、結構取りますね。それは何で取ってたんですか、脂質を。あの、動物性ですね。あんまり体には良くないと思うんですけど、僕植物性の脂質と相性が悪いのか、お腹下しやすくて。あー、なるほど。 MCT オイルとか、うん、コーヒー混ぜて飲むと腹すぐに痛くなっちゃう。あー、そうか、はい、あ、そうなんですね。だからできるだけ卵多く食べるようにしたりとか、あー、なるほど。あと牛のハラミとかよく食べてました。あ、そうか、はい、あー、でもその辺が食べれるっていうところでは一つその満足度はあるかもしれないですね。そうですね、人によっては本当に空腹感じないっていう人多いですね、うん、結構でもそれは確かに本当に試してみるっていう感じ で、ね、やっぱけど初めてなので、うん、ちょっと自分で実体験してみて、うん、どうなのかなっていうのも YouTube で配信そうみたいな。あ、そのチャンネル概要欄にありますよ。こんな感じでやるかもよっていうことで。そうですね。そうなんですね。どっちが、まあ、もう体質は出てますけど、うん、遺伝子検査で。でもどっちがいいんだろうって。あんまケトジュニックがこう出やす、なケトン体が出やすいっていうのとかってあんま遺伝子に関係ないっていう話もあるので、なるほど、なんかどうなのかなと思って。まあ、それで言うとその発信する側の方としてはね、まあ、どっちに転んでもっていう話ですよね。そうですね。まずは自分でちょっと体験してみようかなっていう感じで、今回はそういうイメージです私は。なるほど。はい。キョウさんは興味ないですか。興味ありますね。あ、そうですか。あるんですけど、空腹に耐え、ケトン体出るところまでに耐えられるかな。あ、そうですよね。
オフでね、お米1キロ食べる人からですよね。かなりこう、ガラッと変えてですよね。そうか。なんかこの辺もやっぱり、まあ人それぞれ合う合わないが大きいでしょうしね。だから、まあ、これはもう全部自己責任で。そうですね。してくれてください。じゃあ、トさんの減量プラン。減量プランですね。はい。もう本当にシンプルで、増量っていうか、まあ、オフシーズンに食べてるリンなもの、量がすごい多いので、それを少しずつ、減らしていくっていう、うん、夜を食べなくしてとか、朝ごはんの炭水化物をお米からオートミールに変えるとか、うん、そういうちょっとの変化で、基本的にはカーボもタンパク質も、脂質は基本的にローファットなんですけど、取りますね、両方とも取ります、うん。なんかそのカーボの量でいうと、まあ、あんまり落としすぎもどうかなっていう考え方があると思うんですけど、はい、目標としてはどれくらいくらいよりも落とさないようにしようみたいな、どれくらいは確保しようみたいな。グラムですか？まあそうですね。グラムではそこまで計算してないんですけど、はいはい、重量が落ちてきたらちょっと見直し期間かな。ああ、じゃあトレーニングのその状態との相談でっていう感じですね、はい、結構これは大事かもしれないですね。トレーニングの強度がやっぱり落ちてしまっては元も子もないので、うん、だからトレーニングのその強度を落としてまで体重を落とすということは筋肉が減ってるっていうこともあるので、そこはしっかりと体と相談しながらっていうのはすごく真っ当な話なのかと思います。その辺どうですかね。まあ、あんまり考えてないっていうのはあるんですけど、はい、まあ、DUC とかそこまで詳しく考えずに、まあ、まともなものを食べるってことですかね。ダメかな。そうですね。こう、いや、確かにその東さんの場合は、オフが、ひどすぎる。そう、ぐちゃぐちゃゆえ、それをちょっとこうね、背筋を整えるだけで、ガラッと変わる。最初はガラッといってますね。そうですよね。だからまあ、タンパク質であれば、プロテインとか牛肉、鶏の胸肉、もも肉だったりだとか。で、脂質であれば、卵の黄身、アーモンド。炭水化物であれば、お米、もち麦、オートミール、うん。こういうところから少しずつ、時と場合に合わせて取っていくって感じです。ああ、なるほど、ね。だからすごくシンプルだと。そうですよね。すごいですね。やっぱりその、普段とのギャップというオフからのギャップで、まあ、やっぱり壮絶なので今言葉を失ってるんですけど、じゃあちょっとそのまあ今パッと思いついたところで気になるところ